はい、では、ですね55分になりましたので、また講義を再開していきましょう。で、えっ、ー、と、この時間帯ですね、ここからは、ちょうど実務系基礎科目になりまして、また担当講師が変わりまして、私、講師の長野と言います。よろしくお願いします。で、私の方からはですね、約1時間程度になりまして、 えー、この実務基礎について、えー、民事と刑事両方ずつやりますので、おおむね,ですね、えー、時間としては、えー、民事30分、刑事30分という三順計算になりますけどもね、まあ、ただあの、今日は、まあ、分析会というふうな名目になってまして、えー、それと時間的にもですね、えー、30分で、えー、この実務基礎のですね、 民事も刑事も全て掘り下げて知識もインプットするっていうのはあのまず間違いなくしたがいまして、えー、今日のコンセプトとしましては、えー、まず問題について、えー、俯瞰するといいますかね、えー、まずちゃんと、えー、どういった問題が出ていてで傾向がどうであってで過去からですねどういうふうに変化しているのかあるいは変化していないのか。 えー、さらにそれを踏まえた上でえで、ー、今後皆さんがどういった勉強をすればいいのかですね、えー、そこを中心に考えていきますでもちろん、えー、大事なところといいますかあのしょっちゅう出るところで、えー、かつ、まあ、毎回毎回ですね、えー、受験生が結構ミスるなってところありますので、まあ、例えば今日のですね、えー、民事系の科目であの2段の推定とか出てますけども。 あのその辺ですね、毎回毎回皆さん書けないんですよね、しょっちゅう出る割には。あと、一番冒頭のところの、の訴訟物とか請求原因とかもですね、のその段階でえちょっとずれる方もあのちょくちょく見られますんで、そこをですねえ重点的にちょっとやっていこうかと思ってます。あとはまあ刑事系は刑事系で、直接証拠、間接証拠のまあ見極めとか、いろいろ問題出てますけども。 まあそこも同じですね、えー、重要部分、大事なところを掘り下げてやっていきます。で、えー、とあと最初にですね、ちょっと数分間で、えー、総論的なところを話をしておきますけれども、えー、と今日皆さん、ですね県民経、県、えー、論文についての分析会を受けられて、えー、これから先は実務になりますけれども、あのもちろん県民、計もですねあの重要であることは間違いありませんし、えー、時間をかけなければならないんですけれども、 あの予備の受験生の傾向としましてあの実務基礎がです、ね、相当、これ、後手後手に回る方って多いですね。あの極端な方ですと、択一終わってから、あの終わってですね、なんかこう、準備始めて、えー、それで結局、ボロボロの状態で実務基礎を突入というものはよく見ます。で正直あの 今日これから問題見ますけれども傾向はですねそんな変わらないんですよあの問題の作りから何から何までですねあのちょっと少しあの執行とかあと保全とか、えー、そのあたりがちょっとまあ最近細かくなってきたかなっていう印象は若干ありますけども、まあ、正直それもたかが知れてますということであの傾向はほぼほぼ変わりませんしあと実際ですね 民事と刑事の実務をやっておきますとあの層民層が結構楽になったりすするんですよあのもちろん直であのこの辺の知識がですね聞かれるってことはないんですけどもあの有効な無駄と言いますかあのなんでそもそもこの民訴の概念があってとか、えー、例えば刑事系とかですね刑訴であの捜査機関こんなことでやって何か。 相当です、ね、違法かどうかグレーゾーンになるのかとかですねあるいは何でこれ弁護人がここの辺ガンガン争うのかっていうとその辺がですねあの実務基礎とやってると割とですねあの理解しやすくなりますでその辺の肌感覚って意外と大事なんですよ論文で、えー、なので、えー、民事系刑事系ともにあの実務基礎はですねこれおすすめですあの結局配点はですね他の子もと変わらない上にあに苦手にする受験生がものすごく多いんで あのそこはです、ね、美味しいんですすねねいしんちなみにちょっと余談ですけどもあの他にもですね受験のの世界といいいうのはあのこういうはこ分野意外と多いんです例えば民主訴でいきますとあの複雑訴訟のあたりとかですよね大体の受験生はその辺があの手薄なままあの受験に突入しますしあとはその行政法なんかも濡れ手にわというかですねあの行政法苦手なままずっと突入する人も多いんですよ。 あの辺なんか行政法総論知識とです、ね、あの訴訟のところ、あの訴訟要件とか、ですね一通りわーっと覚えちゃって、えー、そこからですねあと実,あの実際の問題ですね、それ何問がこなしとけば、あの比較的ですね楽なんですよね。っていう分野ちょくちょくありますんで、あのとにかく受験の,あの鉄則っていうのはあの、苦手科目を作らないといいますか、苦手科目、苦手分野。 えー、とにかくもう何が出ようとです、ね、どんなものがあろうとも、えー、最低限ですねなん、えー、とかギリかけるとあとは、えー、なんかちょっと自分のです、ねえー、得意なものがあれば人よりもちょっとだけプラスアルファがかけるっていうぐらいを整えておけばあ,のありえないぐらい上位合格になりますんであのとにかくです、ね、あの穴を作らないっていうコンセプトであの受験はやってくださいでそのコンセプトでできますと、えー、実務基礎ですね えー、そこはあの時間をかけるべきところですじゃあ、えー、早速ですね、えー、中身の方を見ていきます、えー、とまず民事系の方からですね、えー、ともう一回皆さんですね問題解いてもらっていることを前提にしていますのであの問題文の読み上げとかは特にもうせずにあの時間がもったいないので、えー、解いてもらっていることを前提として あの大事な、もちろんあれですよね、あのこの中から引っ張る事実ってありますんで、えー、そこを確認して、あとはえ実際の問題ですね、えー、そこを見つつ、話を進めていきましょう。えー、とまず、どんな年度でもですね、えー、と当事者、まあ、X と相手方、えー、普通はまあ両方出てきまして、お互いの言い分を交互に聞きながら、えー、お互いの代理人になったつもりで、 話が進んでいくと今回はまあ X がまず原告側といいますかでそして代理人が P ですねでちなみに、えー、とまずですね、まあ、ある程度皆さん意識していると思いますけども、えー、とまず見るべきものは問題文からですねあ問題文といかあの,もあの説明のこのタラ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 した内容じゃなくて下の方の こちらの方のの方方問題文かっこ1かっこ2かっこ3とかありますけど要するにあの民事系はですね、まあ、民事系限らず刑事系もかあの問題文がどうしても長引くというか他の科目を比べてですねやったら長くなりますんであの,のんびり読んでてもですねあの疲れますしあの時間も持ってかれるんで極力疲れないように見ないと駄目です。 あのちなみに予備の論文はですね、まあ、皆さんご存知の通り広報系は広報系でまとめてで民事系は民事系でまとめて、えー、どさっと時間を与えられてでそれで途中休憩とかどうするかそのタイムスケジューリングですよねあれも全部自分でやんなくてダメですよね。えー、というわけであの疲れるんですよ本当に。で、えー、と疲れてると脳みそにダメージを受けてますんで、えー、荒のみそをや,りかすやらかすんですよね。 なので、予備の論文ではとにかく疲れないように、できる限りですね、説問を読んで、そして説問で聞かれたことだけをですね、問題文の方から引っ張ってくるという癖をつけといた方がいいです。特に実務系はそうです。じゃあ、えー、と見ていきましょう。えー、とまず、かっ1位のところからですね。 えっと、訴訟物の問題です。えー、これは必ず出ます。えー、出なかった年度はないです。えー、弁護士 B が本件訴訟において、えー、X の希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物は何なのかですね。えー、というわけで、訴訟物、えー、今回は、X の相談内容を見ていますと、まあ結局ですね、金を貸したけども返してくれない。というわけで、 その保証人である Y に対して請求したいということです。というわけで訴訟物は一体何になるのかといいますとこれですね「保証人に対する請求権」まあ、言い方を変えれば「保証契約に基づく保証債務履行請求権」これが1個っていうことになります。 いいですかね、えー、保証契約に基づく保証債務履行請求権、えー、これが1個です。でちなみに、きょうやる内容につきましては、もうこれ、改正させて配ってますしあの、そこにもう回答全部書いてありますんで、あの逐一メモはあの特に取らないですあの。もう答えが知りたいというのであれば、後ろの方を見れば済む話ですし。 あとちょくちょくよく聞かれる質問としまして、えっと、訴訟物を記載しろって言われたときに、個数どうするっていう聞かれるんですけども、一応個数は書いておいてください。なので、今回の場合でいきますと、保証債務履行請求権1個、個数まで全部書いてください。あの、これ、あの、なんでかって言いますと、あの、まあ大体上位合格答案見てますと、もう書いてありますし、あとあれですね、あの、研修所。 あの司法試験受かった後に皆さん収集いきますけれどもあの収集所でもですねこれあのとにかく書けって言われますあの指示がなくても書けとっていうわけでもう研修所がそういうふうに言ってる以上はもうそこに乗っかっておいた方が無難です、えー、これはいいですかねあの訴訟物を間違えるとその後全部芋づる式に、えー、なんか、えー、ろくでもない方向に流れますんで要注意ですでもしあの この辺で間違える、そもそもこの辺すら分かんないって方は、あの市販のですね、要件事実本とか、あのそ,の辺その辺見れば、あの、訴訟物一覧みたいなやつ、ざっともう手に入りますんで、いくらでも。もう何でもいいです。あの、おかマニュアルでも何でもいいです。あの、その辺見れば、あの、要件事実と訴訟物ですね、そこが必須なんで。あとですね、えー、っと、まあちょくちょく出るのが、括弧2番の請求の趣旨ですね。 えー、これも、まああのまま鉄板の問題になります。えー、ということで、まあ、正規の趣旨ってよろしいですよね。あの要するに求める結論、えー、判決文、まあ、ざっくり言うと正規の趣旨というのはこんなもんです。判決、主文をそのまま書いてあげると。で、えー、そうするとこれどうなるかというと、こちら側、弁護士 P の側、X の側、 えこれがですね、求める判決文を書けばいいわけですので、えー、X が何を求めてるのかということを、この文章の中からまず読み解く必要があります。えー、そうするともここにはっきり書いてくれてますよね。えー、と問題のこの発言の方の下から2行目、3行目から、えー、Y に対して訴訟を提起して、貸金の元金、えー、プラス、 返済、遅れたことの損害金すべてについて Y から回収と。あのたまに問題文でもうその遅延損害金とかもういいので元本だけ請求しますとかいうふうな問題もあります。で、そういうときは当然損害金なんか書いてあるとダメです。で、今回は全部って言ってますんで、えー、損害金プラス元金ですね。じゃあ、えー、それはどんなふうな役場になってるか。 まあ当然ですけども、約定があればそっちの方が優先。なければ法定利率ですね。ということで上の方にあります。えー、これ、貸金の弁済期は30年6月15。で、損害金が年10%で200万を元金として貸しているわけです。というわけで、元金200万返せですね。で、さらに200万に対して、えー、年10%。まあ 1> 年割割の割合による金これが遅延損害金。じゃあその遅延損害金はいつから発生するかといいますと、えー、履行期限が6月15ですからその翌日ですね。というわけで請求の出資としましては被告は原告に対し金200万およびこれに対する平成30年6月16から支払い済みまで。 1> 年1割の割合による金を支払え、これが求める判決文、正規の趣旨ということになります。このあたりはですね非常にこうシンプルですね。例年、例年よく出ます。とあと次の括弧3番につきましても、これはまあ要件事実の問題としまして、必須です。 これも出なかったとしてはないぐらいですね。このかんこと言いますか、ね、全部続きといいますか、ねつながっていることはわかりますよね。まず訴訟物を見て、でその訴訟物にのっとった上で、請求の趣旨、そこをちゃんと書いて、でその請求を理由づける、各要件事実、そちらの方に頭が流れていくということです。 じゃあ、えー、ここで見るものは一体何なのかと言いますと、えー、今回ですね主債務があってでそれを被告が保証してでその保証がくっついている債権を X が譲り受けた債権譲渡を受けたわけですね。というわけで要件事実として考えないといけないものは大元のですねそのですね。 金銭消費対策契約が成立をしていること。えー、さらに、それについて、保証がなされていること。でそして、その保証人付き、保証付きの債権が譲渡されたと。この三つがですね、えー、この訴状に上がっていれば、要件事実を全て満たしたということになります。えー、ここまでいいですかね。ということで、えー、まず、 あの方から見ていきますでこれあの考え方頭の使い方としましては実際の本番ではですね今みたいに、えー、まずこの訴訟物と請求の趣旨、えー、そこから考えて大まかにこんなふうな要件が揃っていればこれで OK だなっていうのがまず頭にありましてそこからこの「あ」から「えー、からお」まで書いてあることを引き算してでそれで残ってるこれ足りないなっていうものそこを「丸1」「丸1」「1」「4」に埋めていく。 えー、そういう作業になります。というわけで、いきなりですね、えー、これも文章を見ても、えー、なんかこう、頭が混乱しますんで、まず頭を整理しながら見ていく癖をつけた方がいいです。大体いいですね、ケアレスミスする人ってあの、もうとにかく自分の頭か固まる前にですね、えー、なんかこう、見切り発射するというか、えー、そんな人、ゴロゴロいますね。一個一個ちゃんと頭で考えて処理した上で、次のステップです。 じゃあ見ていきます。えっ、ー、と、まず、A の事実。A が B に対して、まあ、これこれこういうふうな役場で200万貸し付けた。もうこれでですね、元になる金銭消費対策は、えー、これも出てますね。えー、ということで、元になる金銭消費対策出てる以上は、この、E 以降。えー、特に、順番的に見ていきますと、E と U ですね。 えー、この二つは何を述べないといけないかって言いますと、えー、保証契約に関することだっていうのは当然推定働きます。えー、なぜかと言いますと、あのところが主たる債務の金銭消費代謝契約。で、A の方はもうこれ履行期経過したっていう事実ですので、保証が入るものは意図しかないですよね。というわけで、えー、Y は A との間で29年の9月1日、A に 掲げる債務を保証する旨を訳した合意した、えー、そういったものが入れば大丈夫です、えー、そして平成16年改正以降、えー、保証は書面でやらなければ効果を生じませんのでこの「○」は書面によると「えー、書面による」っていうのを脅す人は、えー、ものすごく多いのでここは要注意ですね。 というわけで、丸2、これは意思表示、あるいは合意は書面によると。で、最後、O ですね。えー、これが再現状とかなされた事実ということになります。えー、ということで、これもですね、えー、問題文の方に上がってますね。下から2段落目ですか。えー、私、X は A から懇願されて31年1月9日。 200万の貸金債権と、まあ、この遅延損害金200万でまとめて買いましたと。えー、ということで平成31年1月9日 AYX に対して本件貸し付けにかかる200万貸金債権よび遅延損害金債権を金200万で売ったです。 えー、ここまでが正規を理由づける事実、必要最小限の事実ということになります。で、ちなみに、えっ、ー、と、結構書いたんじゃないかって人が、多分考えられるのが、えー、ここですね、問題文の。あの問題文の段下から二段落目のところに、あの、 債券を売ったことを記載した内容証明郵便を送り同郵便に到達したってありますね。まあ、要するに譲渡通知です。えー、ただこれは何かっていいますとあの譲渡の有効要件じゃなくて、えー、単なる対抗要件ですよね。というわけで、えー、これは何かっていいますと相手方が公弁出してきたときにそれに対して反論するだけでは足ります。 というわけで、これは請求原因にはならないんです。ということでですね、要件事実勉強するときは、まず自分がですね、何を書かないといけなくて、何が最高弁になるのかとか、その辺はちゃんと意識をしないと、こういうところにミスります。で、書いちゃうとこれ間違いですので、当然ですね、点数が差引かれてしまうと。 あちなみにあの <laughs> 請求原因はあの特に何か言われなくてもですねあの、必要最小限、それを書くのがもう鉄板といいますかあの、ルールです。ですから、過剰主張をやりますと、寸、えー、分だけ罰がつきます。過剰主張は減点対象です、はいえー。じゃあ次ですね、えー、この括弧4番いきまして。 えー、ここが執行段階の話です。若干細かいっちゃ細かいですけどね。えーとまあ、執行補選も、本当薄い教科書でいいので、あの見といた方がいいですね。で、まあ今日は、えー、これは執行段階の話で、まあ、ちょっともうあれですね、あの軽くだけ言っておきますけども、あの答えとしてはこれ、執行文不用の申し立てになります。 あの判決を債務名義にして、それでまあ強制執行をかけるときは、執行分付与の申し立てとは言っても、そんな行々しいものじゃなくて、普通にですねあの裁判所に行って、書記官さんところにまあ書類を出せば、普通にくれます、サクっとくれます。ということで、それだけ書いておいてくれれば結構ですで。ですね えとまあ、ポイントとしまして今回、高土地を被告側が所有してるんだけどもそれ以外の目星財産はないと書いてありますよね。というわけで、えー、執行猛扶の申し立てをした上でえで、ー、さらに、えー、この高土地について、まあ、それを売り飛ばして金に変えてそこから債権回収ですから、えーまあ、当然のことながら申し立てるべきものとしては強制競売になります。 こ、えー、今年のです、ね、問題は、この執行に関するものでしたけども、えー、保全、まあ、それも大体割合的には半々ぐらいで出ますので、あの例えば仮差し押さえとか、仮処分とか、えーまあ、どういった権利を保全するために、どういった手続きを取るのか、そこだけ分かっていれば十分ですから、あの細かい手続きはいいです。なので、えー、最低限保全、そこも知っておいてください。 まあどっちかというと補選の方が多いですかね、過去を見てますと。以上が、質問の1番でした。で、また例年通りといいますか、原告側が終わり次第ですね、今度は被告側、相手方の方に話が移っていきますえ質問の2番です。 訴状送達を受けた Y の方から弁護士 Q、これがですね被告側の方が相談を受けて、じゃあ一体何があるのかです。まあ、これもですねもう問題文を見ていることを前提に、もう括弧一1番、括弧二2番というふうに進めていきます。と、まず括弧一1番ですね、Y の訴訟代理にとして、答弁書にどんな答弁を記載するのか記載しなさいと。 でえー、と公弁を構成する具体的事実は、まあ、特に被災する必要はないと。まあ、だから要件事実とかですね、そこまで突っ込まずに何々の公弁と、書いてさえくれれば OK です。あとはそれが公弁になる理由ですね。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、Y がいろいろ言ってることがつらつらありますけども、えー、とまず1個ですね。 えっと、そもそも、まあ、こう、わーっと言ってるところで、なんか、債務を保証したことは決してありませんっていうのが、えー、3行目から、えー、出てきてますよね、えー。なんかこう、借用証書の連帯保証人欄に名前なんか書いてないと。あと、まあ、指示させてあの、自分の手足として書かせたこともないと。で、さらに、ス、え、モール B、債権を えー、譲渡しないと約束をしていて、X 側、債権者側としても、えー、この債権譲り受け時にはそんな約束があったことを知っていた。えーまあ、そんなふうなことをいろいろ述べてくれています、えー。このうち今回ですね、何を述べるかといいますと、スモール B を踏まえてですね。ということで、 えー、あくまでもここに挙がっているもの、まあ、つまり譲渡禁止特約その主張するということになります、まあ、というわけで答えとしてはもうこれ譲渡禁止特約1個ですねじゃあなんでこれが公弁になりえるかっていいますと、えー、そもそも公弁っていうものは相手方の主張と両立する、えー、その上で相手方のその正規を潰す、えー、これが公弁でしたね となると相手がですねえーどんだけえこの保証契約がどうだ、あるいはえ主債務者がどうだとか、そんなことを言ってきたとしましても、そもそもこれ譲渡禁止とかがついてましたら、X は債権者足りえないわけです。そもそもこれ譲渡を受けてないと、要するにある意味ですねこれも物件的に無効なレベルなわけですから。従いまして そのえー、今言ったことが公弁になる理由と相手の言っていること保証契約だなんだそれが全て正しかったとしても真実だったとしても、えー、だとしても自分に対しては請求かけることは X はできない、えー、なぜなら譲渡禁止特約によってそもそも債権者とは見なされないからと,、えー、とここよろしいですかね でちょっとですね、1点だけ、えー、と私は今、気になったのがですね、まあ、今というかあの、読んでて気になったのが、えっ、ー、と、解説冊子の24ページ、ちょっと開いてください。解説冊子の本の24ページですね。えっ、ー、と、今の、質問2の括弧1の、丸二の答えがですね、ここに載っかってるんですが、 ちょっと読んでおきますね、えー。当事者間の合意で譲渡金取得薬を締結。で、A から X が本件貸付にかかる貸付金債権等を取得することはできないと主張し得ると。債、え、権、ー、上は自由にできるんだけども、えー、民法466条2項が譲渡金取得薬で譲渡性を奪う物件的効力を認めているので、こういう主張を成し得ると。 これなんか日本語の答えがずれてるの分かりますかねあの、なんでですよね要するにこれ質問聞かれてることはこれ何かって言いますとなんでこれが公弁になるのかですよねなんでこれが公弁になるんですかに対して物件的効力を認めてるからです。ではなくてあの、あくまでもこれ大元の理由としてはこれ これを神戸にとしてぶつけちゃえば、X、が自分が債権者であるというふうなそもそもの主張を潰せるからですよね。そうすると、X、敗訴請求とということにななるわけです権利しではないと、えー、まずそこを書いた上でそれでまあ何でしょうね暴論というか余談というかそういう感じで物件硬があるんでこれ神戸になりあの主張でしても構いませんよねって書くのは OK です。 あのちょっとその辺ですねあの、ちょっと厳密かもしれませんけども、意外と多いんですよ。あのそこそこいいこと書いてるのにあの、日本語のです、ね、なんか聞かれたことと若干ずれてる人ってあの意外と多いです。で、採点してると、若干その辺のです、ね、違和感というのが積もり積もって、心証悪くなるんですよね。あの皆さんもまあ記憶あるかもしれませんけども、 大体ですね特に法学をやっている研究者とかあと裁判官とか、まあ、裁判官は普段接しないか何だかんだ日本厳しいんですよシビアなんですよなので普段からそういう癖はつけておいた方がいいですとにかくもう聞かれたことにシビアに端的に答えるとあこれはあれですあのそうだ皆さんの直,前直面していることとしてあの口述ですね口述。 あれで結構もろに出たりしますね。あの、頭いいけど落ちる人っていうのは大体ですね、こう、聞かれてるときになんかずれた答えするっていうのが多いです。すごく多いです。模擬面接なんかやってるのも、常日にわかりますね。ということで、ちょっとこういう答案はですね、あの、普段から気をつけた方がいいでしょうね。はい、えー、じゃあ、戻ります。 あちょっともう時間の関係もありますんで、えっ、ー、と、ちょっと大事なところをピックアップしていきますか。えっ、ー、と、まず、このカッコ2とかですね。えっ、ー、と、これ何聞かれてるかって言いますと、あの、相談内容し、まあ、言ってみればこれ、あの大物弁済の話です。で、大物弁済の、まあ、要件事実ですね。 えー、そこのところ聞かれてるんですけどもあの当然まあ大仏弁済するには事故が所有するものじゃないとあのお話にならないので、えー、この括弧ですね括弧2の「い」のところには、えー、所有していたっていうものが入りますあとは説問2の括弧3ここですけども、えー、大仏弁済でですねあの債権が消滅をしたっていうところに述べるためにはあの 給付が完了していることまで必要ですから、えー、そこも書く必要はありますよと。あと次の設問3番については、あのまあ、要するに内容証明ですね、譲渡通知、えー、自分は受け取っていないということなんですけれども。 まあ当然ですね、えー、保証人に対して譲渡通知をしなければ対抗できないとか、あのそんなことありませんので、えー、そこは主張する必要はないと。えー、とじゃあ次です、説問の4番ですけれども、えー、とこっからがですね、えー、と2段の推定に対する話になります。で2段の推定は あの実務系科目で本当にですねもう品質論点ですなぜかですねこれ大好きですで研修所でもあの真っ先に出てきます必ず出ますというわけで2段の推定についてはあの必ずですねえ1段目の推定が何で2段目の推定が何でということを正確に えー、ちゃんと説明できるようにしといてください、えー、ちなみに、えー、2段の推定にかかる、まあ要するに文書の申請の推定ですね、えー、それにかかるあの条文としましては民訴の228条の4項ですねでちなみに口述、えー、試験でも聞かれる可能性が非常に高い話ですのであの条文、えー、これもう通り覚えてくださいあの大事な条文ってありますよね よよく聞かれるような、えー、それを口述で聞かれますんで、えー、例えば文書の申請については228の4とか、えー、ちゃんと覚えてください。でもしこれができ,ないできてないと口述の時とかに「プ、え、本、ー、見ていいですか?」って聞いても「いやダメ」って言われますんであの言われますよ普通にあの。条文番号がさらっと出てきますかっていう問題があるんですよ。という時に え6本を見ていいですか?」って言われておしまいなんで「いやだめだから記憶でもうちょっと考えてみよう」とかですね言われて無駄に時間が過ぎてで予定している質問が終わらずにえ結局ですね点数がこう低くとどまっちゃうとかあるいはもうなんか質問のペースが乱れてしまってですねえ本来まっとうな精神状態だったら答えられるものも答えられないとかですねあのろくなことにならないですからまあとにかくもう最低限よく使う条文を覚えちゃうと。 で、この228条4項が述べているもの、そこでの推定は、あくまでも2段目の推定でしたね。じゃあ、1段目の推定ってものは、一体何なのかって言いますと、まあ、ざっくりとですね、陰影がある、つまり、はんが押してある。これが、本当にその人のはんであるならば、その陰影は、 本人の意思によって押されているであろう。これが一段目の推定。陰影があるってことは、それはその権利者が押したんだと。これが一段目の推定。で、二段目の推定ってものは、これは何かと言いますと、そこに本人の意思による陰影があるってことは、その文書は 本人の意思に基づいて作成されたんであろうこれが2段目の推定。いいですかね。で2段目の推定につきましては条文で導かれて1段目の推定については判例の積み上げによって導かれてっていうことになっています。これを合わせて2段の推定です。で2段の推定の場合ですね。必ずどの 段階に対するる反論を試みようとしているのか、えー、まずそこをですね、答案上明らかにしないとダメです。えー、そこを書かない答案だと、どこを論点にしているのかがものすごく見えにくいんですよ。したがって、2段の推定を書くときは必ず、えー、例えばですね、今回の Y ですけども、えー、今回のこの当事者は、 一段目の推定を覆そうとしているとか、えー、まあもちろん確かに今回一段目の推定の話なんで、えー、そういうふうなことになりますけども例え話じゃなく、えー、そこをちゃんと書いてくださいまあ書き方あれですよね、えー、まず Y の主張の概要だけちょろっと一行分ぐらい書いて Y はこれこれこういうふうなことを主張し一段目の推定を覆そうとしているって一筆書いておくと その後ものすごく読みやすくなって非常にですね採点者としては楽に読めますスムーズに読めますで採点者がすんなりスムーズに読めるってことはこれ非常に強いんですよねあの何でもかんでももう本当数分間でさらっと読める答案は評価が上がる傾向にありますんでどっかで突っかからせちゃうと終わりなんですよ はいえー、じゃあ,あとはもう中身はいいですかね。あのまあ、いとこ、まあ、昔からですね主債務者と Y がすごく仲良くてあの頻繁に、まあ、遊んでいて、まあ、最近も泊まりに来るぐらいでとかですね、まあ。というわけであの、まあ、Y が不在の時にですね無断でハン、えー、を B が勝手に押したんじゃないかと、まあ、こういった主張になります。 まあただし、X の教述内容とか、いろいろこう見てますと、の Y のお母さんがですね、ものすごいなんか、重要なことをやってますよね。まあ、実際これ、Y から母親がまあ保証みたいな話を聞いてますよと。まあ、実際はですね、ああ訴訟になりましたら、これ、連れてくるなり、陳述出してもらうなり、なんなりしますけども。 まあ、とりあえず今回の事実認定としましてはもうここに上がっていることは全部正しいもんだというふうに扱うのが試験ですので。えー、というわけで、えー、我々でやることとしましては、えー、仲が良くて不在時に B が勝手に犯行したんじゃないかということと Y のお母さんが、えー、Y から保証の話を聞いているんだということ、えー、そこをですね、えー、比較して そして、どういうレベルになるのかと、要するにどういう事実認定をするのかと、そこをですねちゃんと答案に書いてくれれば OK なわけです。はい、以上が民事系に関する話でした。で特にですね今回の問題で、あの絶対にこれ、復習するべきところは2段の推定ですね。ここも品質です。 あとは、えー、要件事実のところ、えー、今回は、まあ、要件事実から見て2問出てました。えー、その2つともですね、えー、きっちりこれ書いておかないとだめです。あとですね、今回、だいぶす祭出ましたけども、だいぶす祭、なぜかよく出ますね。あの3年、4年ぐらい前の口述試験でも聞かれてますし、なんか好きですね。まあ、ってあの元々 あの学生契約説と用物契約説あったりとか、あと、仮に学生契約だったとしても、債務の消滅まで主張するには、あのそれをです、ね、ちゃんと物を引き渡したことまで要求しないとい,あの主張しない,といけないとかですね、いろんななんか、あのちょっと込み入ってるじゃないですか。なので、あの辺はわりと出題する側が好きなんでしょうね、あのしょっちゅう出てますんで。えっ、ー、と。 今言ったこの3つですね、要件事実、えー、大物弁裁、二段の推定、えー、特にここは重要科目、重要分野です。あとはまあ大丈夫ですかね。はいえー、じゃあ、次に行きましょう、えー。今度は刑事の方です。 で刑事はまあ例年、文章長いですねあの、つら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 といろいろと事実が与えられます。えー、と今回はあの操作法がメインでしたよね。 でえー、とちょっとあらかじめ言っておきますけれども、あの今回の、えー、この問題、以外でも、えー、よく出るところとしてあの、後半前ありますね、後半前整理手続き、あれですね、しょっちゅうしょっちゅう出るのに、いまだにできない受験生いますんで、あの後半戦れ絶対やんないとだめですよ。あれ、1回やれすぐ覚えるんですけどね。 なかなかやる機会ないですからね、まあ。なかなかというかないに決まってますよね。さすが皆さんが被疑者になるわけはいかないんであの、なるわけないですけども。あの流れ、大体市販の教科書とか見ても、あのフローチャートとか、あとその都度その都度、ここで証拠開示とかですね、あの関連証拠がとか、あ,のあるじゃないですか。あの流れ知ってるだけでも全然違いますんで、えー、後半前はちゃんとやっといてください。 あとは、えー、今回の捜査の法であの出てこないものとしてあの、本当にこの証拠だけで必要十分かっていう発想ですね、まあ、ちょっとこれも公判前に若干関係してきますけども、あの意外と出てくる問題がですね、まあ、これもどなんかな平成26か七か忘れましたけど、あ,のありましたよね。あの他になんか有効なな証拠はないかかどうか、えー どういうふうに請求かけるみたいな、あの、証拠開示請求とかですね。ということで、えー、必ずそういった発想は持っておいた方がいいです。じゃあ、えっ、ー、と、見ていきましょう。えっ、ー、と、まず、質問の一番です。あの、今回の被疑者ですね、あの、接見禁止ついてますよね。で、その接見禁止の要件です。で、ちなみに、えっ、ー、と、接見禁止はかなりマイナー分野でしたね。 えー、まさかこれ出るとは思わなかったですね。あの普通はあの交流要件とか出るじゃないですか。あの在所隠滅、逃亡、えー、住所不定とかですね。えー、というわけで、接見禁止はだいぶ珍しいパターンです。えー、じゃあ、えー、早速ですけれども。 まあ設問一の方からやっておきましょうか。えっ、ー、と、合戦部、えっ、ー、と、あわ、あ、あれですね。えっ、ー、と、二十九ページですね。で、ちなみに、あの、これですね、えっ、ー、と、他にも、まあ、今言いました、あの、交流ありますね。あと、もう一個しょっちゅう出るモーして、えぇ、ー、保釈。 あの交流の要件と、えー、それと保釈の要件、えー、これは、えー、おそらくもうあの何かしら出ますんでで、えー、ほぼ書き方決まってますんでまあポイントはですね、まあ、今回の,あの参考の回答例にもくっつけてますけどもあの主観的要件と客観的要件で、えー、きっちり分けて、えー、書くっていうこととそれと のの対象が一体何なのかですね、まあ、若干これは客観要件に近いですけども具体的にその被疑者あるいは被告人が何をやらかそうとしているからだからそれをどういうふうに食い止めようとするのかそれがですね交流なりあるいはまあ被告段階ですね保釈の要件で検討するべきことになります具体的に書くっていうのがポイントですね まあ実際実務に出るとですねなんかもう自動販売機レベルでですねガン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 もうあのやられますけどもまあ少なくとも準広告したりとかですねあるいはまあ保釈請求するときはすし筆立ててあの書かなといけませんので。というわけでえ今回、A ですねじゃあ A が一体えこれ何をやらかそうとしているのかという話です。 でそううすするとですね、えー、もうこれあの問題見てわかるとおり、えー、一体 A が何をや,かやらかす危険があるのかと言いますと、まあ、その客観的なまあ危険性ですね。となるのはこれ B ですよね、B の存在、えー、あくまでもこれ B が見ちゃっているので、えー、B の証言を、えー、なんとかです、ね、撤回させるあるいはずらすことによって嫌疑、えー、を晴らす。 自分に有利なようにコントロールすると、えー、こういった危険性があります、えー、まず書くべきものはそこからです要するにおよそですねおよそ隠滅する証拠がゼロなのに、えー、なんか主観的可能性がとかいったところで全く無駄ですね、えー、まずは客観からです、えー、これは刑事系のもうあの鉄板ですよね客観から主観に流すで、えー、とそうするとですね 今度は客観的可能性、いったそれがあるのかないのかというレベルです。えー、これ、接見禁止つかなければですね、えー、別になんかこう、友達とかを伝って、んかこう、手紙を渡す、メモを渡すとかで、えー、それで B に対してなんかこう、脅すとか、えー、そんなふうなことがですね、普通に客観的には可能ですね。じゃあ、 えこれ主観的な可能性はあるのかってなりますと、まあ、あんまりこれ弁護人としてはあんまり書きたくないですけども一応今回これ否認事件ですよね。えー、否認事件で、えー、かつ今これ傷害戦か同種戦かであのしかも執行猶予中なんですよ。そうするともしこれですねユーザー判決を受けたら、えー、これ執行猶予取り消されて前の分まで全部込み込みで、えー、結構でかい ダメージを受けることになりますよねというわけででかい罪を恐れてダメージを恐れてなんとかダメ元で、えー、罪状・秘密を図るっていうのは主観的な動機は十分強いじゃないかってことが言いやすくなります、えー。したがってその辺書いてくれれば、えー、裁判官の思考回路ですね、えー、それをトレー筆したことになって「質問1」に対する回答になるなということになります。 いいですかね、でちなみにあくまでもこれあの裁判官の思考過程を判断要素を踏まえて具体的事実を指摘しながら答えなさいですから、えー、なので、えー、当然結論としては接見、まあ、禁止を認める方向でかつ接見、えー、禁止を基礎づけるような事実、えー、そこを重点的にピックアップしていくってことになります。まあ試験の,あの答えですからねまあこんなんでいいでしょう。 まあ、リアルにこれあれですよね、なんか裁判官の思考回路を、えー、答えなさいって言われたらですね、なんでしょうね、検察官が接見禁止って言ってるから、まあ、接見禁止でいっかとかなりそうな気もするんですけども、まあ、それ書くとまあ間違いなく予備試験に落ちますんで、あのまあ、主観、客観、書、え、く、ー、順番としては客観、えー、さらに現実的なですね。 財政、死隠滅の対象まで全部踏まえた上で、客観的に可能性を書いて、そこから主観に流すと。流れ的まあ主観的なものは半分おまけみたいなもんでいいです。客観的なものをガーッと書いた上で、で、容易になし得るでてところまで書けておけば、あとはもう勝負決まったみたいなもんですね。はい、じゃあ次です。この説問2番ですね。え、流請求時の 話として「三記載の懸命供述録書」これが「被疑事実記載の暴行に及んだのが AB であることを立証する証拠になると考えた」と。で AB それぞれについて「供述録証が直接証拠に当たるのか否か」もしこれが当たらないとするならば え前期暴行に及んだのが A であるまたは前期暴行に及んだのが B であることがどう数人されるか数人過程についても答えろというふうなものですえつまりこれはえ直接証拠と間接証拠のし別えそこに関する問題になりますでえと証拠構造ですねえこれに関する問題も「刑実ではえものすごくよく出ますね このの証拠が一体何なのかとあと皆さん収集行った後もあのも証拠構造っていうのは絶対避けて通れないんですあのざっくり言いますとあの直接証拠があればですね言っていればあ要するにまあその犯人性をです、ね、もう直であの証明しうる証拠、まあ、これが直接証拠ですけどもあのそういうふうに直接証拠があって主要事実をもうまんまそこから導けるようになるならばあとは その直接証拠の信用性だけで足りるんですよなのでその直接証拠化だっていうところであの話が進んでいくんですよね逆にそれがなければ間接事実を使いながら間接事実として一番強い方からこう話を進めていくと大体いい2つ3つぐらいありますけどもっいう構造になりますでちなみに、えー、と予備の問題の作り方としまして、まあ、今回は直接証拠か間接証拠かっていうことが聞かれてますけども 築地型としましまては問題文の中にいろんな情報をばーっと盛り込んでおいてでそれでえこの中から犯人性を推認する間接事実をピックアップしろとでその上で強い順に3つ並べろとかですねいう問題も当然作れます。つうかもちろんそっちの方が楽ですしえ受験生の実力も測れますからね。ということでえ証拠構造えこれも必須ですねよく出ます。 で今回の質問2番は、例年から比べると、だいぶですね、えー、優しめと言いますか、えー、難易度が緩めなものです。なぜかというと、直接証拠か、間接証拠か、それだけで終わっちゃうんで。じゃあ、えー、とざっくり見ていきますと、えー、ちょっとまあ、あと5分か、7分か、えー。どうしましょうかね。ちょっと B についてだけ見ときましょうか、最初の方だけ。 えとそもそも直接証拠っていうのは、まあ、何とか言ってますけども直で使用事実を証明する証拠のことを直接証拠っていうわけですじゃあ今回何をですね証明しないといかんのかっていいますと犯人性ですよね否認しているわけですからということで供述録書が B が確かにまさにこの人があの暴行を行ったんだということを直で証明してくれるんであるならばであればこれ直接証拠です でそこでこでの供述調書を見ていきますとあのこの茶髪の男はですね被害者である部に対して暴行を加えてるんですよねそれを見てるんですよねでその後になって警察官からこの人ですかと聞かれてはいこの人ですと答えてるんですよねというわけでこれは直接的な犯行目撃証言ということになるわけですであるならばまさにその面前で犯行を目撃した口実だってなってるわけですからまさにこれは犯人性を 直接推認しうる事実、言い換えるならば、直接証拠ということになります。えー、それだけです。でちなみに、ちょっとこれも1、ねえー、個だけ補足しておきますと、えー、と答案見てください。えー、っとですね、32ページです。解説冊子の三十32ページ。 そこのですね、説問2万のところの、括弧の記述ですね。今説明したのは、あのまさに直接証拠に該当するというところの話だったんですけども、その理由付けは若干ずれてますね、これ、わかります括弧、えー、本件について、ダブルの供述録書から、茶髪で黒、えー、のダウン着ていた男がブーに暴行を加えたことを、ダブルが目撃事実を証明できると。 正直これでいいんですよ。もうカッコ2番は、この産業だけど、一応もうフィックスできてるんですよ。だからこそ、これ直接証拠なんですよね。で、ちょっとこの辺、後の方になってくると、ちょっとですね、逆に書きすぎているところがあります。一番やばいのここです。ここからです。えー、ちょっとここ、産業分、ちょっと書きカっこをくくってください。 W は20名という大勢の男の写真を警察官から見せてもらっていてこの中に犯人はいるかもいないかもしれないその上で茶髪の男と断定しているこれはですね供述の信用性の問題であって直接証拠であるのか間接証拠であるのかの証拠のそもそもの性質それ自体を左右するものじゃないですね。 だから、この人は、あの、信用力、証明力、それと、えー、直接証拠であるか、間接証拠であるかっていうふうな、あの、証拠の性質、性情、えー、これをごっちゃに考えちゃってるんですよ。ここはちょっとまずいです。正直まずいです。なので、えー、ここはですね、えー、ちょっと注意したほうがいいです。皆さんも結構よくやります。このミスは。いいですか ?W はってところから断定している。 仮に警察官がです、ね、若干やばい誘導を加えていたとしても、えー、それ単にその供述の信用性が低くなったとっいうだけであって、直接証拠であることの関係はないです、変わりはないです。いいですかね。えー、とじゃあ次ですけども。 えとあとはちょっとも残り時間が2、3分ですので、どうしましょうかね。えっ、ー、と、設問3番はまあいいですかね。まあ、罪状認否のところで、えー、まあ当然、弁護人である以上は、まあ、被告人のです、ねえー、まあ代弁者といいますか、えー、意思に従って、まあ、もちろんそれ、専門的にです、ねまあ、説得もしますけども、基本的には、 まあ弁護人は被告人の利益になることを全力で主張しますんで、それが認められる否かとか、特に気にせず、ただただ、説問3番ではですね、具体的理由を含めてえ主張を述べると。ここはまあ、答案のまんまでもいいでしょう。で、ちょっとこれもあれかなと思ったのが、説問4番です。あの、説問4番で、えっとですね、これもちょっと答案が、 やや偏ってますので、少し補足しておきますとね。ちょっとまず、あの設問四番のまず問題のところ、えー。ところ何かって言いますと、A. の弁護人が無罪主張したことについて。弁護士倫理上の問題はあるかです。まあ、あのこれ、あらかじめ答え言っときますと。まあ、どんな問題かって言いますと。弁護人が、確かにこの被告人が。有罪で、なんかもうやっちゃってるなって分かった上で。それで無罪立証してるって事案です。 じゃあそれから弁護士倫理事問題あるのかって言いますと、えー、そんなの何に決まっています。あの、弁護人は被告人のためにやるわけなんで、被告人がどうしても無罪になりたいっていうならば、えー、それに乗っかるのが仕事です。なのに、えっ、ー、と、これですね。えっ、ー、と、これか。33ページの説問後の下から1行目という一番最後の行ですね。 えー、常述のように真実義務違反が生じるとかですね、えー、書いてますけどもあの弁護人がですね積極的に嘘をつくのはまずいんですけどもあの別に無罪だっていうふうなことを主張するのは一切何の問題もありませんので、えー、これはちょっとあの完全に取り違えてます。裁裁判判官官弁護じゃないんで いいですかねちょっとここは後で見たときにあの弁護人は別にですねあの有罪だったことを分かっていながらも、えー、無罪主張するのは一切何の問題もないということは知っておいてくださいあの積極的に嘘さえつかなければ、えー、別に構わないですなので、えー、嘘をつかない枠内で無罪主張することになります 意外とでもです、ね、なんか読んでて、あの弁護人としてこれどうなんですかって聞かれてるのに、なんか裁判官目線で答えちゃったりとかする人って多いですね。あ,のあんまりよくないです。えー、とあと最後、えーと、質問5がありますけども、まあ、ちょっともう時間終わっちゃいましたんで、えー、とこれ、あれですね。 あの伝聞証拠とかですね、いろんな広判におけるやり取りですけども、結局、署名を不同意にされた場合に、検察官はどう対応するのか、弁護人どう対応するのかの問題です。単なるこれ、328条の問題なんで、ああ内容自体はすごくシンプルですけどね、これもよく出てきます。というわけで、ちょっとまとめておきますと、 えーと今回の問題で、えー、大事といいますか、えー、説問1番と説問5ですね。説問1と説問と、えー、これはかなり過去問として洗礼価値高いです。あと、ここに出,な出てないものとしては、公判前整理手続き。えー、まあ来年とかですね、受けようとする方がいれば、えー、この3つですね。 そこは必ずやってください。あとは過去問全部あのさらうことは当然ですね、はいえー。じゃあ、ちょっとすみませんね、延長になっちゃいましたけども、えー、と時間過ぎちゃいましたんで、私からは以上です。お疲れ様でした